やばいやばいやつばっか来る。さあ始まりました、月曜金曜12日勝子の部屋でございます。このコーナーは奈良にまつわるニュースをここで調査員を紹介して少しでも奈良に興味を持ってもらおうという内容になっております。今回のニュースは奈良名所ですね。じゃあまたちょっと新しいとこを教えてもらいましょう。よしよし。いやこれね、へいへい、正直奈良名所っていうか、日本名所なんですよ。もうタイトルでっかいやつだ。ご存じないかな。日本の歴史で一番最初の有名人って誰ですか？日本での歴史で一番最初の有名人。有名人、はい。卑弥呼。正解。そうなんです。その卑弥呼が、同一人物じゃないかって言われてる方はご存知ですか？同一人物だったみたいな。はい。あの、他の国で卑弥呼は存在を知られてるじゃないですか。その時の、こっちの歴史で言ったら、崇神天皇なんですよ。じゃないのかっていう風にまで言われてて、いろいろ、こう、符号するところは結構あるんですけど、その五稜、眠ってらっしゃるところの近くにある、むちゃくちゃ有名な和菓子屋さんです、この、もう写真から見てもらいましょう、この柳本っていう場所です。柳本。ね。こうご存知ないですか？五稜餅。はい。いや、知らないです。店主さんが一人でやってはるんですよ。へー。種類もね、少ないんです。パッて見てもらったら分かる通り、このおはぎとか売ってたり。はい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 。ね。みたらし団子とか売ってたり。なるほど。結構してくれてるんですけど。有名なのは、この、五稜焼き餅。左側の、この、そう、この、二つね、白と緑の方。これがめちゃくちゃ有名で、古代の歴史研究家は 100% 食べてます。これを。古代の歴史研究家、通らずにはいられないんだ。それぐらい人気あるんですよ。魅力的な古墳ランキング、13位にも選ばれてるぐらい、すごい古墳なんですよ。ね。13位って微妙やと思ったでしょ。まあ、微妙ですね。含まれる謎というかミステリー感。勘で言ったら1位。それで、たたりの神様って、ってならへん？まあ、わかるわかる。なんでたたりの神様が、イコール卑弥呼なんていう。これはもうほんま、心やブラックチャンネルで喋っていかなあかんから、ここで終わらすけど。仮面かぶせて。そうそうそう。っていうぐらい、みんなその魅力的な古墳で、もう頭を使い切る。頭使い切って疲れたら何します？甘いもんじゃない。こういうことなんです。糖分摂取して。糖分摂取するには、持ってこいの。お店。早速僕も買いました。お前は凍ってるわ。ただね、僕、みたらし団子も買いました。欲張りますね、やっぱり。なんでか知ってますか？僕古墳の方ね、あんこ入ってるんで、食べれない。いや、まあ、だから大ちゃん連れて行ったんですよ。一人で行かない。ああ、食うてるわ、この人。そうなんです。形もね、見てください、これ。結構この古墳の形になってるんです。前方後円墳。ああ、ちょっと意識してんねや。ちょっと。ちょっとでしょ。いや、違う。めちゃくちゃ似てるやん。ま、連邦公園風しか見えへん。いや、これ何かって言ったら、一回作ったやつに焼き色入れて、形整えてるからね。なんかちょっと、くびれピャっていいですよ。そう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 。美しさを。求めてんや。求めて、このフォルムになってる。持ちやすいしね。持ちやすい。それだったら取ってつけて。取ってつけた方が。こうやって。こうやった方が。これが、どうでした？なんかちょっと感想感想ね。あ、めちゃめちゃ甘みも抑えめで食べやすかったです。これがそうなんですよ。なんと糖分を摂取すると甘いが勝つじゃないですか。ここ違うんですよ。まあまあ、甘さに、あれ謎が含まれてるんですよ。いや、食べてないでしょ。何が何をそんな想像やだから、初の古代研究者として食べてないの俺だけやと思う。古代研究者って？あ、私そうですよ。僕の中では古代陰謀論者です。そうでしたか。研究者やと思っておりました。自分の中ではね。ただ、安心してください。僕、みたらし団子食べます。みたらし団子はね。これね、甘くないんですよ。醤油なんです。醤油味じゃない？昔ながらの醤油味のみたらし団子。あ、そういうことか。むちゃくちゃうまい。見て、この顔。ちょっと肉、またつきました？え？肉。いやいやいや、つけたんや。これ食べるときに。手もこれ、熊で、熊で。熊でも手。熊でも手。熊の手でちゃんとしてありますよ。熊出てくるだろう。見てみ。あちらやな。全員絶賛してます。ほんまですか？古代の研究者の 99% が食べてます。うん。だから一人の陰謀論者しか食ってない。食ってないだけなんです。古代じゃないから食ってない。あ、
そうなってくるってことか。あー、なるほど。ほら、ちょっと食べといてよかったかもしれん。皮だけ食べたんですけど、あったかいっすわ。いや、あったかい、何の感じでそれ。いやいや、和菓子であったかいってあんま、あります?これ考えてみてください。いや、あるでしょ、それは。たい焼きとか。あって言ったら今。たい焼き?たい焼きって何?和菓子なんあれ。あ、和菓子でしょ、あんこ入ってる。違うよ。何あれ?魚類ですよ、あれは。魚類なわけないやろ。なんでそれ魚やろ、あれ。形だけやね、あれは。え?泳げんのに?泳げたい焼きくんあんのに?いや、それも歌詞、歌詞の中でな。毎日って言うてんのに。あれ、泳いでたんや。いや、泳いで、うん、その、歌詞の中ではね。おまんじゅうは、ほんだら。おまんじゅう、おまんじゅうはな、中国か。で、やで、ゼロに和菓子って言われてるで。まあ、日本入ってきてからな、そういうことほら、またほら、ブレてきて、ほら。ブレてきたんじゃないの、もう、あんたがわざわざその、奥の方に、俺のエリンコギを引っ張って連れてってんの。見えへん。え?森の中行ってもらう。何?いやいや、だから、あるよ。うん。そら、さっき探しはな。そら、日本、全国行ったら、そらあるやろ。でも、そんなこと言い出したら、キリないから。あんたが言い出したい。あんたが、和菓子があるかー言って。いや、まあ、熱なりました、熱なりました、すみません。ね、まあ、でも、和菓子って、あの、熱いでくても美味しいよっていうことだけは言いたかった。いや、まあまあ、それは、ね。冷たい方がいいみたいな熱さに負けて思ってたでしょ。いや、もう僕反応しないですよ。一個ももう、森連れて帰るから。もう、な、行くわ。帰るわ。はい、まあ、ぜひ、ご両持ち食べて帰ってください。はい、お願いします。ということで、五両持ち本舗、奈良名所をご案内いたしました。すじ天皇陵にね、行かれた際には、ぜひ、また行ってみてはいかがでしょうか。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。